白いい T シャツについて考えます世界では毎年20億万枚の T シャツが売買されこのありふれた衣服はどこでどうやって作られ環境にどんな影響を及ぼすのでしょうさまざまな衣服がありますが普通の T シャツはアメリカ中国インドの農場で始まります綿綿ののの種をををき、水をやりふふわふわの綿の玉を育てます。 自動運転機が綿の玉を慎重に収穫し、面織り機がふわふわの綿花から種を取り除きます。綿の繊維は225キロの塊に押し固められます。綿の木の育成には大量の水と農薬が必要です。T シャツ1枚分の綿には2700リットルもの水がいります。バスタブ30杯分です。 また綿花は世界中のどの作物よりも多くの殺虫剤や農薬が使われますこれらの汚染物質には発がん性のものもあり畑で働く人の健康を害し周りの生態系を傷つけます農薬や殺虫剤を使わない有機栽培の綿で作られた T シャツもありますが有機栽培の綿の割合は世界で作られる2,270万トンもの綿のうちほんの1%にもなりません 農場から出荷した綿俵は織物業者によって紡績工場に運ばれます中国やインドの工場では綿をハイテク機械でかき混ぜ繊維の向きを揃えてならし引っ張って伸ばしより合わせると真っ白な綿紙スライバーが出来上がります綿紙は織物工場に運ばれ巨大な円形の織機がゴワゴワした灰色の布地へと織り上げ 柔らかく白い布になるまで熱と化学薬品で処理します。染色する場合はここで漂白剤とアゾ染料に浸します。布全体のうちおよそ70%が鮮やかな色に染められます。一部の漂白剤やアゾ染料には発岩性の物質、カドミウムや鉛、クロム、水銀が含まれています。 それ以外の有害な化学物質や薬品も排水に溶けたまま川や海に流れると広い範囲に汚染を引き起こします。テクノロジーの発達によりいくつかの国では綿を育て布を作るまでの作業にほとんど人の手がいりません。しかしそれも布作りまでです。完成した布地はバングラデッシュ、中国、インドやトルコなどの縫製工場へ運ばれ、人の手によって T シャツへと縫い上げられます。 複雑すぎて機械には無理なのですしかしここにも問題があります例えばバングラデシュはメンティシャツの輸出では中国を抜いて世界一になりましたしかし T シャツ工場で働く450万人のバングラデシュ人の労働条件はひどく低賃金です 完成した T シャツは船や列車、トラックで運ばれ、平均所得の高い国々で売られますが、その運搬中に大量の二酸化炭素が放出されます。自分の国で消費する衣服を国内で作っている場合、運送による環境汚染は抑えられますが、世界の二酸化炭素放出の10%は医療の生産販売のために起きています。そしてそれは悪化しています。 より安い衣料品と高まる購買意欲は1994年から2014年の間に世界の衣類生産量を4倍に増やし毎年およそ800億着が生産されています消費者の家庭で T シャツは最もリソースを消費する段階となります例えばアメリカの一般家庭では1年で400回近く洗濯をします 1 150回の使用水量は約150リットル洗濯機と乾燥機はどちらも電力を使いますが乾燥機機のの電力消費は洗濯機の5、6倍ですこの20年間にわたる衣料品消費の劇的な変化は大企業のファストファッションの流行によって環境に負荷をかけ農作業者の健康を脅かし人々にひどい労働条件を押し付けてきました。 ファッションは石油に次いで2番目の環境汚染の原因になったのです。しかし私たちにもできることがあります。中古の衣類の購入、リサイクルされたまたは有機栽培の綿の服を探す。洗濯回数を減らしたり、外で乾かして資源を節約しましょう。着なくなった服を捨てる代わりに、寄付・掃除用の布として再利用しましょう。最後に考えてみてください。 あなたは一生のうち、何着の T シャツや衣類を消費しますかそれらを合わせたら、世界と環境にどう影響するのでしょうか私たちが世界を救うための次のステップは何でしょう ed.ted.com スラッシュアーススクールで変化を起こすための具体的なアクションをご覧ください。